や行きましょう。あの力が辺りに潜んでいるのを感じる。時には近く、時には遠く。これはアペプからの警告よ。向こうもすでにこちらに気づいている。間違いないわ。あれが蒼竜のアペプよ。でかいだろうとは思ってたけど、あそこまででかいなんてな。小さな神と小さな人間よ、世の領地を離れ出す。一面に広がる黄砂の中で、何時らのようにか弱き命はあなたを救い、救いなどいらぬ。特にブエル、何時の助けなど。何時はアモンと同じく種々の間しか存在していなかった。だのに天からの意向を借りて何時の進む道を見てみるがよい。神と人間を憎んでいるのは分かっているけれど、今のあなたは弱っているわ。今だけ忘れる。愚かなブエル、世を癒したとしても感謝はせんぞ。何時はスメールと七国を滅ぼす巨竜をよみがえらせようとして。あなたは病にかかっているだけよ。さよ、時間は不治の病であり、すべてのものを死なせる。ただし、何時らに妥協した古代の竜とは。そこまで堅くなにならなくても、私たちに必要なのは。真実か。これぞ、世はすでに真実のために悲惨。おい、行くなよ。気をつけて、何か出てきたわ。お、なんだこれ、初めて見るぞ。家族です。え、こいつらも家族なのか。見た目、重要、違う。この子たちを構成する元素力は私たちのものと同じ。これはこの子たちが世界の滅亡を経験した後の姿なの。とても悲惨ですが、これも一種の適応です。そして世界の滅亡を生き抜くために形態を変え、この本当に戦おい、お前ら話せるか。助けに来たぞ。
ただ生きていくためだけに火種に引き寄せられたんです。この力だけが苦しみをしばし消してくれます。ただ生きて、生きるためのエネルギーを探す本能だけが残って、これが禁忌の知識。もし禁忌の知識がテイワットで陸に打ち上げられた魚たちは世界中を探し回っても一滴の水も見つけられない。ええ、でもどうか手加減して。ソーランの憩い、これこそが知恵の殿堂。逃げ道はありません。ここより灼滅の時。力尽きたみたいだな。しばらくは。あいつら帰りたい。分かっています。総竜の体内から離れるのも元素力の状態に戻してあげられないかしら。長年苦しめられてこんな姿になって、火種、ね、あるいはアペプのオアシスの心だけがこの子たちを救えるわ。